三院中央新報は株式会社三院中央新報社が発行する新聞。長官のみで発行部数は約18万5000部。創刊は1882年5月1日。2017年5月1日に創刊135周年を迎えた。島根県と鳥取県広島市を主要なサービスエリアとする。 2006年から広島バスセンターでも販売されている。なお、同新聞の月決め定期講読者は、朝日新聞社の有料電子版、朝日新聞デジタルとのダブルコース申し込みをすることが可能である。4コマ漫画は、藤山ジョージのカンちゃんと、倉田真由美のわらびんが毎日連載されている。前身は、自由民権運動の機関誌として創刊された、参院新聞と、 岡崎運兵によって創刊された商用新報。当時は確実感だった参院新聞に対し、商用新報は日刊誌として挑み、政治的にも声優会系の参院新聞、民政党系の商用新報と激しく競争した。参輪地主である田辺家が商用新報の経営に参画する一方で、参院新聞も1940年に、 読売新聞参加となり、プロ野球の公式試合や、独位軍事映画の優などを開催した。やがて戦時報道統制によって1941年12月に、参院新聞と、商用新報が合併して、島根新聞社となり、1942年1月から、大号が島根新聞に、終戦後の1945年12月に、 読売新聞との資本関係が解消されたことで、田辺家が経営権を掌握した。また1949年10月に有刊島根新聞社が設立。1952年に三院新報に改題し、さらに1957年10月に島根新聞にまた題した後、1973年3月25日に現在の代号となる。 1973年3月開大当時のページ数は16ページ立て。この動きに歩調を合わせる形で、当資も島根新聞から山陰中央新報へと開大それまで島根県のみであった発行エリアを鳥取県にも拡大した。この動きは短期的には功を創し1975年には競合となる鳥取の地元紙、日本海新聞は、 発行会社が倒産、休館に追い込まれた。ただ、同志が別法人にて再建され、短期間で復刊したこともあり、鳥取県内での部数拡大計画は失敗に終わった。現在、鳥取県内では、島根県出身者を中心に根強い読者を持ち、島根県側に近い那子市や境港市では、一定数の読者を獲得しているものの、 県内全体でのシェアは1割以下にも満たない、わずかなものである。ちなみに開大直後から8年間、参院は一つをスローガンとして、大事のすぐ下に入れていた。1978年の段階で、超高速オフセット輪天機を導入したことや1981年から一面に、カラー写真を毎日掲載するなど、新聞の印刷技術においては、先駆的存在である。 2000年8月1日、ホームページを開設。2004年1月から、島根大学漫画研究会と連携し、週1回学生による4コマ漫画、または1ページ漫画を連載するという試みを行っていた。日刊の新聞で学生による漫画の連載は、非常に稀なことであった。なお、現在は連載されていない。2005年以降、竹島の日、 竹島の領有権に関する報道を積極的に行っている。2007年8月22日、移動編集者、サンチャン号導入。2007年10月からは、ヒ川製作センターのカラー臨天気増設によって、カラーンを大幅に増やし、また、紙面の一新を図った。2014年4月1日、無料会員組織、サンサンクラブスタート。 同年11月5日、子ども向けの無料新聞、週刊参院学文を創刊。毎週水曜日発行している。2015年年11月25日、制作センターに見学者ホール、新聞学機器館が完成。は、本社以外で発行書を兼ねる。ありがとうございます。